はい、皆さんこんにちは。スーパーネコパンチです。今日のね、ゲームニュースちょっとやっていきたいと思います。結構面白いネタが2つ、重なったのでちょっとね動画を作ってみました。ちょっともうすでにね超猫剣道場の、ブログの方でまとめてあるんですけれども、そっちの情報を読みながら皆さんにねプレゼントというか、お伝えしていきたいと思います。2つあのトピックがあるんですけども、両方とも PS5 に関連する、ニュースです。1つ目がですね、このソニーの新型 SSD がちょっとね発表された話ですね。でもう一個がねこちらのもっとエキサイティングな内容なんですけども、マウサーがオワコンになるかもしれないっていうね、そういった話をしていきたいと思います。まずは最初にこちらの SSD の話をしていきたいと思います。こちらソニーの新しい SSD の、RERAM SSD テクノロジーというのが発表されました。今のところこういった情報が出ています。これを使うと PS5 を PC の性能と互角ぐらいに持っていけると、そしてインテルオプターンっていうね、オプターンかオプテーンかわかんないけど、インテルオプターンっていうね、まあ似たような商品、まあ似たような商品というか同じ市場で戦うと。でこちらに関して2020年に発売予定ということです。ここら辺の細かいところを飛ばして、要はスピードですね。スピード発表された内容はなんと 128GB のリラムのバージョンでは読みが 25.6GB/s。 はい、秒間 25.6GB、 そして書き込みが 9.6GB と。256GB バージョンではなんと読み込みがなんと 51.2GB、 そして、書き込みが 19.2GB というね、とんでもない数値になってます。読み込み 51.2 ってね、ほんとバカみたいな速度なんですけども、まあまだね、こういう IT に詳しくない方だったらまだピンとこないかもしれない。あとで、他のものとね比べて説明していきます。はい、もしこの SSD が使われた場合、プレイステーション5はとんでもない性能になるっていうのが分かっています。でもね、実はちょっと前に、リークした情報で PS5 は 2TB の SSD が積まれるっていう情報があったんですね。だからそことちょっと矛盾しちゃいますよね。なんでかっていうと、これ256と128しかないから、あれじゃあ 2TB はどうなるんだっていう話なんですけれども、実はですね、先週サムソンが、新モデルの SSD NVMe っていうのを発表しました。これもゲーム機に将来搭載されるっていう情報もあったんで、皆さんね、どうもこのプレイステーション5に搭載されるに間違いないって思ってたみたいです。先週ね、先週の話。でも結局このソニーのね、RERAM が出たんで、まあ、発表されたんで、あれこっちじゃないのっていう風にちょっとね、まあまた予測が変わっています。だから、先週の時点で PS5 にこのね、NVMe が搭載されるんじゃないかって言ってた人たちがちょっと、あれ違うかもしれないってちょっとね、考えを改めてるみたいです。で、こちらサムソンの、なんかプレゼンの資料なんですけども、サムソンのはこれだね、NVMe ってやつ。これは従来の SATA の SSD より、まあ半分以下なんで、まあ、良くても秒間 2GB ぐらいなのかなっていう感じですね。はい、だからまあソニーの RERAM に関しては価格はまだ不明なんですけれども、 25GB っていうスピードはね本当に凄まじい数値っていうのがわかると思います。でほぼね今ある PC 用のメモリである DDR4 の RAM の領域であって、いわゆるPC 用のメモリの領域なんだよね。あれの速度の領域に入ってて、 PC 用の SSD、 例えば PS4 で追加する後付けの SSD とか、そういうのを完全に置き去り、さよならバイバイ状態、はい、でございます。だから全くもって、性能がね違うと、とんでもない速さっていうことですね。で、むしろね、256GB バージョンは RAM より速いんですよね。256GB のバージョンだったら 51.2 だからね、とんでもないです。RAM より速いです。はい。僕が思う可能性としては、これ PS5 にこの RERAM を積んで、で、ゲーム起動用のメインストレージとして使って、あまり頻繁にアクセスしないデータとかは SSD とかに、保存する感じなのかなっていう気はしますけどね。2つ組み合わせる可能性もあると思います。はい。それではね、ちょっとね、ピンとこなかった方、さっきのね、スピードを見て、ちょっとピンとこなかった方のために、ちょっとね、ここの方で、今あるストレージ、のスピードと比較して、その凄さを実感してほしいと思います。だからさっき言ったよね、128で 25.6、256で51だよね。はい。この速さ覚えておいて。はい、それではこっち。PCI Express Gen 4 の、NVMe SSD。これ速いやつだよ。普通の SSD よりめっちゃ速いやつ。PC のマザーボに、刺すやつね。あれで 5GB です。はい。さっき25と51だったよね。で、それの、まあ、第3世代の NVMe が 3GB。はい。で、よく皆さんが知ってる SATA の SSD が 512MB です。はい。これ 1GB の半分ですね。だから何倍ですかね。25GB。512MB と 25GB の差っていうのは、まあ、ざっくり言うと50倍ですね。とんでもないです。で、51GB の、だから、大きい方だったら、50倍どころじゃないよね。100倍だよね。
だからもうとんでもない速さっていうのがわかると思います。もっとわかりやすいのが PS4 のハードディスクですね、買った時ついてくるやつ、あれがだいたい遅くて20メガバイトです。はい。で、早くて150メガバイト、またねさっきの SSD の半分以下なんですよね。だからこの PS4 から PS5 へのこの進化っていうのが本当にストレージ部分だっていうのがすごくはっきりわかると思います。これもし一番早いところ150メガバイトでずっとね、動いてたとしても、単純計算で、まあ、25ギガバイトのやつにしたとしてもよ、単純計算で75倍以上、75倍以上のスピードが出るんで、まあ、もう意味わかんないよね。だから本当にあの開発側の人たちがもう本当に世界が変わるって言ったのがこれでまあ一目瞭然かと思われます。まあでもこれはあくまでさっき言ったRE ラムがソニーの RE ラムが PS5 に投入された場合の話です。はい。でもねもし来たらやばいよね。はい。ということでね、まあとんでもないということが分かったと思うんですけども、僕ね自身所詮メモリの素人なんで変なこと言ってたらごめんなさい。ぜひコメント欄で訂正してください。この記事で分かったことはソニーがね、すごいものを PS5 についてもっとすごいことになるかもしれないっていうことですね。でもね本当に思うのがこれ RE ラム開発したのがソニーだから、PS5 に載せる可能性はあると思うんですよ。もしこれが市販されたらめちゃくちゃ高いんだけど、ソニー自身が開発したものだったらもちろんねコストは最小限に抑えられるしっていう話なんですね。でもまあそれでもね PS5 のコスト一体いくらになるんだろうって話ですけどもね。はい。すごく、楽しみでございます。まあこれらのね情報はおそらく2020年になったらもっとね、明らかになっていくと思いますが、また新しい情報が出てきたら、面白いもの出てきたら、お伝えしていきたいと思います。はい。多分みんなこっちの方が楽しみなんじゃないかな。はい、こちらの記事ですね。PS5 のチーターやマウサーがオワコンしてしまうような特許をソニーが申請。はい。これめちゃくちゃ面白かったですね。はい、オリジナルのサイトに行くと、こういう風に、英語だらけで図解があって、で、ここに、まあ、大体の、ね、概念的な説明文があるんですが、こっちをね、読んでいこうと思います。本文の方はね、これだけ、たくさんありますんで、さすがに俺もね、これを読む気にはなれないんで、ちょっとね、まとめてやる、要約したところを読んでいきたいと思います。はい。はい、タイトル通り、チーターやマウサーに謝れるゲーマーの皆さん、朗報かもしれません。チーターとかね、まあデスティニーだとチーターそこまで見ないから、たまーにまあ話題に上がるぐらいですけども、どっちかというとコンバーターの、マウスコンバーターを使ってる人の方が、結構ね、コミュニティで話題になります。COD 界隈でも結構ね、話題になるよね。これ海外でも同じですね。はい。で、以下の特許文書は、これ英語なんで、さっき言ったのまとめのところなんですけれども、これらをキーワードを、重点的に、簡単に説明していきます。まずまあ簡単に説明すると、日本語で簡単にまとめると、ゲーム内データ、アクティビティを様々なルール、条件で常時モニタリングしますと。そしてもし怪しいゲームプレイ、もしくは怪しい認証プロセス、まあそのアカウントの認証プロセスとかシステムの認証プロセスですね。これらを認識することができるようになる。だからこういうのを、発見することができると。で、そして、ゲームコミュニティの規律、誠実さを守るためのアクションは警告なしで行うことができる。はい。結構やばいでしょ。で、不正無許可のゲーミングデバイスはネットワークから追放されるようになりますと。まあ、簡単に言うとそれだけなんだけど、もっと複雑なんだけど、まとめるとこんな感じで、いくつか大事なキーワードがあります。そこをちょっとね触れていきたいと思います。まずは様々なルールや条件、これはねゲーム開発者が決められるようです。アルゴリズムなどがね自由に組めそうですね。例えば怪しい動きをしているとか、そういったねまあ自由度があると、いろんな、ルールを決めることができるっていうことですね。はい。常時モニタリング、次世代ハードウェアの性能がようやく追いついてそういうことをする余裕ができたのかもしれません。以前だったらねもうゲーム自体でカクついたりしてたんで、やっぱり SSD の進化とかプロセッサーの進化があるのかもしれませんね。はい。次、怪しいゲームプレイ、不正な認証プロセスっていうところ。これはね、チーターはね、怪しいゲームプレイでもちろん引っかかりますし、SIM などのコントローラーではね、特に認証プロセスを結構ごまかしているんですよね。PS4 の純正コントローラー挿して、デバイスに挿して、バイパスさせているところがあるんで、そういうのも多分おそらくここで引っかかると思います。はい、次、ゲームコミュニティの規律を守るためのアクションは警告なしで行われる。要は、今までと違い、即アウトです。警告はありません。ここではっきり言ってます。警告なしでやりますと。で、ハッカーとかじゃない限り、素人の人はね、チートとかね、気軽に手が出せなくなる可能性が高いです。そうだね。やっぱり今までだと、ゆるゆるだったんで、反対に、別に大丈夫だろうっていう人、結構いたと思うんですよね。そういった人たちにかなり厳しくなると思われます。はい。そして、不正、禁制、無許可のゲーミングデバイス。こちらもね、そうですね。改造された本体も含め、SIM のようなね、マウスコンバーターとか、
あとは、まあ、やっぱりね、メインとしては、コミュニティに害となるデバイスですね。で、これ本当に何回もね、言ってるのが、ゲームコミュニティに害となる部分は、もう極力排除するっていうのをね、すごい強く言ってると思います。なんで、これらのデバイスは、この範疇に含まれる可能性が高いということです。はい、そしてね、不正、禁制、無許可のゲーミングデバイスは、ネットワークから追放されます。これね、ざっくりと、言ってるんですけども、これ結構範囲は広いですね。ネットワークから追放されるっていうのはね、その場限りではありませんよね、絶対に。一回、例えば、まあ、なんかチートしたり、何か悪いことして、追放されちゃったら、また、ログインすればいいじゃんっていう、そういう話ではありません。最悪、ネットに繋げられない、PS5 の出来上がりの可能性もあります。でこれね、後でね、言うけどね、海外の記事はもっとひどく言ってましたね。はい。で、この仕組みを解説する表なんですけれども、要はスタートして、ユーザーアクティビティを見てますと。で、変なことやってるかなって。いいえ、大丈夫です。だったらまた、ユーザーアクティビティをモニターします。これずっとループですね。だから無限ループでずっと、監視してます。で、もし、あ、変なことやってます。じゃあちょっとクライアントの方にチェックします。クライアントっていうのは、ローカル、要は PS5 ですね。俺たちの PS5 の方ですね。本体の方で何か変なこと起きてないかチェックしますって。ちょっとクライアントの方問題ない？じゃあ大丈夫。もう一回モニタリング戻ります。で、問題あった。問題があったらそれを解決して、ユーザーをネットワークに残しますか？はい。だったらまたモニタリングに戻ります。いいえ、だったら終わり。みたいな感じです。はい、終わりって感じです。こんな感じでロジックの流れを説明してるんですけども、要は常にアクティビティやデータをチェックするメカニズムですね。で、やっぱこれを見て思ったのが、なんかね、ちょっと前に SIA かな、これ間違ってるかもしんないんだけど、偉い人がね、CEO かな、偉い人が、やっぱりこの PS4 から PS5 に移るにあたって一番大事なのは、この大きなコミュニティだと。このゲーミングコミュニティが PS4 はすごい強いって言ってるんですね。で、もちろん利益であり、アセットであると。だから、これを常に大事にしていきたいみたいなことを言ってたんで、やっぱりね、そこら辺、コミュニティがね、やっぱヘルシーでいるためには、こういう、まあ、不正なデバイスとか、もちろんチートとか、ここら辺は絶対に排除しなきゃいけないんで、すごく、重要視してるんだなっていうのを感じましたね。はい。で、今後もね、COD とかもね、都市ごとのフランチャイズリーグとかね、北米でも始まるし、金も絡んでくるしね、どんどんここら辺厳しくなるんじゃないでしょうか。まあ、ゲームといえばオンラインゲームっていうのが結構来てるんで、やっぱオンラインコミュニティですね。ゲーミングコミュニティを守っていくのが、おそらくソニーの、今後の方針かと思われます。はい。で、面白かったのが、海外の記事ではなんとね、もしこういう不正をした場合、PS5 は最悪分鎮化すると。あっちだよね、ブリックって言うんだけど、まあ、ブロックみたいな。なんだ、レンガになるって言うんだけど、まあ、レンガ化してしまう可能性があると指摘していましたので、これはね、本当に、厳しいんだけど、すごい厳しいんだけど、ゲームコミュニティにとってはかなりいい流れかもしれません。はい、ということで、今回、2つ最新プレイステーション5情報をお伝えしました。こちらのね、情報とかね、ブログの方でもね、どんどんやっていきますんで、もしよかったら、こちらの、よいしょ、はい。ちょっとこれダメね。3D 美少女ダメね。こちらの超猫剣道場のブログの方、よろしくお願いいたします。今後ね、結構ね、コントローラーとか、周辺機器関係を結構力入れてやっていこうと思ってますんで。特に、この1ヶ月かなりね、レビューとかやる予定なんで、ぜひ、興味がある方はチャンネル登録、そして、ブックマークしていってください。それではご視聴大変ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。